急性した46歳ユーチューバー、3ヶ月前には、体2型来てる、死去直前には体重減し、完全ナチュラルへ。筋肉系ユーチューバーでパーソナルトレーナーのビガームさんのインスタグラムが3月13日に更新。11日に亡くなっていたことを母親が伝えており、ファンからは悲しむ声が相次いでいます。46歳でした。ビガームさんのインスタグラムでは、突然のご報告で申し訳ございません息子。 ビガームことし村勝弘は3月11日、0時29分、永眠いたしました、と母親が代理で投稿。突然のことで深い悲しみの中におります、と辛い胸中を伝えながら、生前は息子を応援してくださり感謝いたします。本当にありがとうございました、と感謝の気持ちを伝えました。ファンからは、信じられないです、あまりに突然でショックです、突然の秘宝で、 動揺が隠しきれませんと突然の訃報にショックを受ける声とともに、いつも楽しく YouTube を拝見していました。本当に残念ですと追悼メッセージも寄せられています。ビガームさんは、ステロイドや成長ホルモンなどの使用方法をレクチャーする筋肉増強のパーソナルトレーナーを埋めていましたが、2022年12月には、21年間使用し続けたステロイドの使用を中止すると発表。その際には、 体にガタきてるんで、ちょっと使いすぎたかなって感じで、とアカシステロイドの使用を3から4年前から少しずつ減らししめていたことを報告。